こんにちは、日向陽一です。今回は、聖書が教える幸せな夫婦 の、 あの番外編ということで、今日はちょっと定点っていうお話をしたいと思います。夫婦の関係で問題が起こるときというのは、お互いをこう責め合うことが多いわけです。例えば奥さんがこうだから俺はこうなっているとか、旦那がこうだから私はこうなっているっていうふうになるわけですね。で、私たち自分のことを考えればよくわかると思うんですけど、私たちの心、私たちの行動っていうのは一貫性がないわけですね。我々は何て言うんでしょうね、理論的に生活をしているというふうに自分では思っているわけですね。理屈にかなった生活をしているというふうに思うわけですけど、実は我々は感情に左右されてしまう、弱い生き物なわけですね。ですので常に我々の心とか気持ちとか行動というのは揺れ動いているわけです。それはちょうど、波に揺られる、なんて言うんでしょうね、波に揺られているようなんですね。で、ごめんなさい、波っていうのはこう満ち潮になって引き潮になってっていう感じで、で大きい波が来たり小さい波が来たりと。でこの間家族で伊豆に旅行に行ってきたんですけど、海の方をこうずっと見ていると自分がどこにいるか分からなくなってしまうわけですね。だから体、水の中にいたら体がこう動いていて、で例えば家族が一緒に水の中にいるとしても、こうお互いに場所がどんどん動いていくわけですね。で気がついたら、はって気がついたら、なんか岸からすごく離れているということがあるわけです。で夫婦の関係も同じで、一緒に生活しているうちにどんどんお互いが変わっていってしまうわけですね。でこう相手を基準にして自分を考えてても、相手も動いてるし自分も動いてるから、何が何だか分かんなくなっちゃうわけなんです。で私のところにカウンセリング来られる方々っていうのは、そういう状態でどちらかがもうこの関係続けられないと、もう嫌だっていうふうに言って、でどうしていいか分からないってことで来られるわけですね。どうしてこうなったのか分からないと。で先ほどの海の話もそうなんですけど、どこか一個動かない点が必要なわけですね。海の中では気象観測なんかでその部位を浮かべて、そこから観測をしている。つまりそれは、その部位っていうのは定点で決して動かないようになってるわけですね。定められた点なので動くことがないわけです。で、これが、私は聖書の言葉だというふうに思ってるわけです。で聖書の中には、我々がどのようにして生きるべきかっていうことが書かれているわけで、我々は誰も聖書の言葉を完全に行うことはできないわけですけれど、ここを目指しなさいっていうふうに言われている箇所が、言われている定点があるんですね。で我々はみんなそこに向けて、努力をするというか、そこに向けて成長するように、教えられている。夫として、そして妻として、で定点があるので、自分がそこから落ちたか登ってるかっていうことが分かるわけです。そこから、そこに近づいてるか離れていってるか。この定点がなければ分からないわけですね。別の例えでお話しすれば、北極星みたいなものですね。星描きましたけど、で海の上で水夫たちは
いつも、北極星を目指して自分たちが正しい方向に進んでいるかどうかを、まあ、見極めるわけです。で、あの聖書の言葉を知らなければ、まあ、ここの星っていうのは、まあ、夫婦関係で言えば、まあ、一言で言えば、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいっていう言葉になるわけですね。自分自身を大切にするように、あの夫を、そして妻を大切にしなさいということなので、まあ、それがもうちょっともっとずっと具体的に聖書に書かれているので、それをお話しているわけですけど、で定点が絶対に必要なんです。で、まあ、これがまあ私自身が考える、あの私と他のカウンセラーの方々の違いでもあるわけですけど、まあ、ここを心理学としているあのカウンセラーの方々が多いわけですね。で、あの私はあの心理学ではなくて、ここは神様から来る聖書の言葉だというふうに考えているわけです。で、夫は自分自身が神様に対して誠実に生きているかどうか、夫としてね。で、妻は神様の前に自分が妻として誠実に生きているかどうかということを問われるわけです。だから相手がどうであるかっていうのは関係ないわけですね。自分自身がどうかっていうことが問われてくるわけなので、まあ、そこもすごく大きなことじゃないかなと思います。なぜなら、定点がなければいつも相手によって自分があの揺れ動いてしまうわけです。ですけど定点があれば相手がどうであろうが関係ないわけですよ。ちょっとあの極端な言い方をすれば、もちろん我々影響を受けますけれど、あの自分自身の在り方を見つめるということになるわけです。ですので、まあ、今回はちょっとあの番外編ですけれど、聖書の言葉に自分自身を照らし合わせて考えてみること、それがとても大切だということを覚えておいていただきたいと思います。はい、ということで、このビデオをご覧の方でまだ私のメールマガジンに登録していない方がいらっしゃいましたら、無料で撮ることができます。このような動画がまた撮るたびにあのメールでお知らせしますので、この動画の中のサイトのリンクをクリックしていただくか、もしくは E メールを入れるところがありますので、そこに E メールを登録してみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。